どうも青鬼です。今回ゲーム実況をしてみたいと思います。この実況最後まで見ないと食べちゃうぞ。今回挑戦するゲームはこちら、フリップトリックステア。どんなゲームなのか楽しみですね。やってみましょう。まずはチュートリアルか。画面をタッチしたらジャンプして、タッチしたら駆け進むか。ステージ1からやっていこう。画面をタッチしてジャンプって、ジャンプしない。画面を押して離したらジャンプか。画面を押して離してジャンプ、回転して、痛そう、痛そうだね。痛がってる人間を食べたいな。怖いこと言うなよ。青鬼が実況なんかするって言うから不安だから見に来たけども、やべえなこりゃ。次こそは頭から突き刺さった。人間苦しめんの楽しい。クリアする気ないだろう。次はもっと大事故にうれーって、あークリアしちゃった、残念。次はもっと高いところからでいいね。そのまま落ちてってシャーじゃないよ。次はジャンプからの頭からグキ、痛そうで見てらんないよ。今度は思いっきり遠くに飛んでみよう。くるくるくるつたーん、たまねえな。衝撃映像見るみたいな感じになってるよ。クリアした映像は見せずに次に行くよ。そこが大事なんじゃないの。次のステージも的がだいぶ遠くなってるね。落ちてからのシャーじゃないんだよ。思いっきりゲイ、頭からグシャー、最高。最低だよ。頭から毎回落としてクリアする気ないじゃないかよ。次のステージもかなり距離があるね。思いっきりジャンプしないとダメかな。なんで最初はジャンプもせずにただただ落とすんだよ。高くジャンプしてからのシンプルに頭からグサー、頭から刺すゲーム楽しい。そんなゲームじゃないからね。次のステージはこれか。だから落ちてからジャンプじゃないんだよ。頭から落ちるのも飽きたから回転させて背中、そして背中から食べる。食べづらそうだな。頭か足にしなさい。高くジャンプして回転させて足の小指をガン。想像しただけでめちゃくちゃ痛そう。次はすごいところからスタートだな。よくこんなとこ立ってられるね。わざわざここに登っていったってことでしょ。人間ってバカだね。あの橋にうまく乗らないとね。回転してバイク座り、かわいい、かわいいから食べたくなるね。そんなことよりステージが急にバカっぽくなったね。こういうステージでやることは一つ、思いっきり飛んで端から落ちていく。もう完全に衝撃映像だよ。またまたとんでもないところに立ってるね。ここからあそこまで届くかな。まあ一応やってみるか。だから落ちてからなんで最後の力振り絞ってジャンプしてるんだよ。さあ次のステージ行きましょう。もう次のステージ行っちゃったよ。さっきのとこ取れたかなし。しかも今回のステージもめちゃくちゃ遠くて危ねえな。思いっきりジャンプするのもいいけども、軽くジャンプしてコロ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 、落ちたところパク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 。次のステージは手前にゴミ箱があるだけか。このゴミ箱に頭からすっぽり。これは気持ちがいいね。こっからも気持ちいいシーンをダイジェスト。回転して思いっきりビルの角にゴン。思いっきり着地失敗など車にズタタン。家の中で寝そべってからのバンザーイ。寂しいやつだな。落ちてって大ダメージからの車にガガンガガン。思いっきり飛び込んでクル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 からのガンクルクルクル。面白すぎるゲームだね。楽しかった。クリアするところが面白いんだけどね。他にも人間がボコボコになるゲームあったらまたやってみるね。そんなゲームばっかりやるんじゃねえよ。ゲームしたらなんかお腹空いてきたな。こいつ食べちゃおう。結局僕が食べられるのか。皆さんさようなら。
チャ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